ちぼち時間だ。ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵一万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている司法の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強い奴が現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！うわ！ゴムゴムのでっかい！ゴー！ジェットバズーカー！ほんとに頑丈なやつだな。ほんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って、私はもう死にたいのよ。ああ、このタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい！それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？
ロビンの敵はよくわかった。狙撃キング、ん、あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイヤーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ、行きたいと言え。ロビン、ロビン、望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。海軍本部へ連行する。もう作戦の準備を急げ。おい、奥の塔へ着く道がねえぞ。左右の塔で跳ね橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族、うわっ、私は相手になろう。跳ね橋は降りねえらしいな。あいつらもう近くまで来てやがる。捕まってる場合じゃねえ。カピフラも取り押さえろ。奴を絶対に逃がすんじゃねえ。向かうぞ。準備しろ。信じよう、必ずみんなが来てくれる。お前ら、この軍ロビンを助けたきゃ、まず俺に手貸せ。ヤンドラの行き先は分かってる。今近づいたら俺が先導してやる。
橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとること。丈夫な男じゃ、呆れたもんじゃわい。鍛えてやんだよ、キリンじゃ。キリンじゃ？わしはキリンじゃ。わしをバカにしとるとただじゃすまんぞ。高えとこから物言いやがって、てめえ自分が倒れる姿すら想像もしてねえタイプだな。姿が高え。貴様もじゃ。三刀流奥義でかい。ここまでだ。すまない。助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ。状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が？そうか、わかった、わかったぞ。できねえこと。あんま。キリンのパワーをフルに活用した四刀流。もはや貴様に。最強の乱脚アマネ立ちでお前を真っ二つにしてしまいじゃ。アマネ立ち。苦難上等、好むものなり修羅の道。アシュラ一部銀。進路を封鎖できねえか試してみる。くそ、
ほら、切られてきやがった。ああ、ミクルスに出るぜ。安心しろ、見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ。瞬殺だ。何なんだよてめえは。あの人たちバカ女への同情か。口に気をつけろ。俺は怒りでヒートアップする口だ。大谷の寝床に迷い込むとはバカなこいつ。ちくしょうめ。おい、CP9 落としろ。何やってんだ。海賊が来ちまうじゃねえか。その電電虫、バッターボール用の、なんてバカなことを。うっかりした。バッターボールをかけちまった。見えた。あれがためらいの橋か。ここからなら狙い撃てそうだな。三刀流、行儀は悪いな。あっ、行くぜ。ゴムゴムのキャノン。攻撃できそうだぞ。おい、扉が閉じちまったじゃねえか。ガッチー、なんとかしやがれ。了解。よく来た。あ、あとのやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。うわ、扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。三刀流奥義三刀世界。長官はニコロビンを連れて先をお急ぎ。私はここで海賊を始末しておきます。海賊どもにここまで踏み込まれるとは。ルッチがいて助かったぜ。それだけで犯罪女、正義の門はもうすぐそこだ。カラスマガリ、カラスマガリ。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。ロビン、お前何やってんだよ。嘘った。来てたのか。ここが地獄じゃあるめえ。
し、お前が死にそうな顔するんだよ。来い、こう言ってんだよ。てめえ、いい加減に。なんだい、離れねえ。こいつ、石橋に食らいついていやがる。なんて往生際の悪い女だ、いまいましい。死が、こんなにも怖く感じる。死にたくない。ここは動かない。みんなが必ず助けに来てくれるから。仲間のことは心配するが、一人残らず同じ地獄へ送ってやる。CT9を敵に回すことがどういうことか教えてやろう。なんてみっともねえ生の執着。もうお前に希望などねえんだ。さあ歩け。ミステリックス三刀流奥義三刀流世界。トルー一丁一丁チェックダブ。ロビンを行かせてたまるか。三刀流王国さん世界。三刀流王国さん世界。任せろ。
合い。シシソンソン。長原君、みんな、シシありがとう。まだだ、まだ終わってねえぞ。軍艦の艦隊だ。バスターコールが始まるぞ。バスターコール発動。標的、海賊、麦わらの一味とその協力者。現状把握不要。四方の島、エニエスロビー。そのすべてを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。なあ、おい、見たか。これが俺が発動したバスターコールの力。これが正義だ。一気に。何か聞こえる。誰だこの声。一体わからねえが、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向け。
公園。一体誰だ？誰だ？誰なんだよこの声。誰？なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ！ルビーを海へ落とせるか。任せて。海へ！海へ！海へ！メリーゴーに乗り込め！メリー！迎えに来たよ。さん、とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろう。なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。わかった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリーゴー。運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺ガチ下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ほぼ破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんツーなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった、メリー。乗るの。